様の願いも叶えたぞ。うん。お、綾子？こうして会うのは初めてですね、旅人さん、パイモンさん。あなた方が友人たちを手伝ってくれたことはすでにお聞きしました。本当にお疲れ様でした。そうだぞ、神の目を取り戻さない限り何をやっても効果がない気が。そういえば綾香、どうして今回は出てきたんだ？あの三つの出来事から私はすでにあなた方を友人とみなしたからです。トーマと話す時と同じように友人とはすだれ越しにお話はできません。うんうん。ちょっと待った、トーマってお前の嫌いだろ？おいら嫌いは嫌だぞ。パイモンさんは本当に面白い方ですね。トーマは私の家来である以前に私の友人でございます。そっか、なんか屏風の後ろから出てきた綾香、雰囲気も違う気がするぞ。わかありがとうございます。では本題に戻りますが、神の目を失った方々の苦しみを見てどのように感じられたでしょうか。神である将軍様の目には、すべての生き物は一つ一つの生命に過ぎないのかもしれません。雷鳴、成功、強風、周囲、それらの到来は人々の思いに配慮することなどありません。しかしあなたでしたらきっと感じ取っていただけますよね。どうやら私の気持ちを理解していただけたようですね。であれば、もう一度お考えを。本当ですか？はい、もちろんです。まったく、お嬢にはかなわない。彼女はそれらを放ってはおけないお方だと言ったではありませんか。やはり私は正しい方を信じることができました。ではこのことはご内密にお願いします。木漏れ茶屋に向かいましょう。シャブ業にいる一般の方を巻き添えにしないためにも。またここに来たな。先に話を始めてくれ、俺は周囲の見張りをしてくるよ。ここは一体何のための場所なんだ？どうしていつもここに集合するんだよ。ここはかつて将軍様から与えられたシャブ業の放置、シャブ業上里家のみが計画、建設、修理、そして出入りするものの管理を許されています。これらはすべてシャブ業の祭祀事務の特殊性に関係しています。多くの場合で周りの方を近づかせないようにする必要がございますので。おいらわかったぞ、神秘的な雰囲気が必要なんだな。その後、城内での祭祀が減ってからシャブ業の人間のみが自由に出入りできるこの茶室を先輩方が建てられたのです。そっか、確かに秘密基地にはぴったりだ。さて、ここでは自由に話すことができます。何かご質問はございますか？将軍様、私は将軍様とそれほど多くお会いしたことはございません。お会いしたのもそのほとんどが祭祀の儀式場でのことです。記憶ではとても威厳ある方で、高貴で尊く、類を見ないほどの威圧感を放っていました。それ以外で最も印象的だったのは、
彼女には感情がほとんどなく、統治者というよりも無情な執行者として、様々な形で永遠という唯一の目標を実践しているようでした。実はほとんどの方にとってメガリレーは自身と関係ないことなのです。神の目を持つ者はそれほど数が多くありません。それどころか嫉妬を招くほどです。そのため多くの民はそれに対して無関心なのです。そんな、あまりいい気はしないな。しかし私たち以外にも遠方の渡積島に抵抗軍が存在しています。抵抗軍？メガリレーに抵抗してるのか？はい、神の目を失った者や失うことを恐れている者が渡積島の珊瑚宮の下で抵抗組織を結成したのです。珊瑚宮に関してはもともと鳴上島の幕府と信仰上の衝突をしていたようです。彼女らの率いる抵抗軍に他の意図があるかどうかは分かりませんが。もちろん試みました。しかしメガリレーを廃止する提案が天守閣へ届くたび、天領奉行と勘定奉行による領奉行の否決によって毎回却下されてしまうのです。彼らは無条件で将軍様の決定を支持する態度をとっており、相談の余地さえ見当たりません。そもそも将軍様が突然メガリレーを出したのは一体どのような理由からなのでしょう。オイラはまだ質問が残ってるぞ。おや、パイモンさん、何が聞きたいのでしょう。どうやってメガリレーに抵抗するんだ。正直まだ決まっていません。おい、メガリレーに抵抗するということは神に抗うことにもなります。その覚悟を決めるだけでも容易なことではございません。じゃあどうするんだよ。今のところ私たちにできるのはメガリレーによる損害を減らす方法を探し出すことだけでしょう。例えば神の目の所有者をかくまったり、偽の神の目を作りその場をしのいだりすることです。神の目って偽物が作れるのか。花見坂の手芸職人の手にかかれば肉眼では見分けのつかない偽の神の目を作り出すことができます。しかし現在ある問題がございます。かねてより私たちのために偽の神の目を製造してきた正勝先生が数日前に天領奉行の方に身柄を拘束されてしまいました。見つかっちゃったのか。はい、長期的な解決策ではなかったので見つかるのも仕方なかったのですが、このまま正勝先生を見捨てるわけにはいきません。私もそう思います。しかし脱獄となりますと、もちろんこのことを準備が整い次第花見坂へ向かってください。そこに長野原という花火屋がございます。そこであなたを手助けしてくれる方を見つけられるでしょう。おとなしく渡しな。俺たちが手荒な真似をする前にな。元素力を使ってメガリレーに抵抗するんなら頭を冷やしてきた方がいいぜ。前にそうしたやつが
どんな結末をたどったか知らないわけじゃないだろう。無駄なあがきだぜ。見逃してください。この神の目は手に入れたばかりなんです。使わないと誓いますので。ちょうど神の目の押収現場に出くわしたぞ。放ってはおけないよな。ちょいちょい町や、うん、あっちで誰かオイラたちを呼んでる人がいるぞ。こっちこっち、はよこっち来。どうしたんだ。緊急事態なんだ。オイラたち今から。しー、見とけ。おい、なんなんだよお前。自分に神の目がないからってそうやって野獣馬みたいに。ってあれ、お前持ってるのか。しー、静かにしとき。うちらまで見つかってまうやろ。わかりました。これでいいですか武士様。それでいい。行くぞ。どうするんだよ。もう神の目を渡しちゃったぞ。まさか神の目を失った後何が起きるのか知らないのか。お前のせいでタイミングを逃しちゃったじゃないか。よい宮さん、ありがとうございます。さっき僕にくれた偽物がなければ本当に押収されてるところでした。気にせんといて。あんたも結構ええ演技してたで。そうだったのか。そうとも知らずにおいらさっきよいみやさんにあんな態度を。ごめんなさい。ええんや。あんたらのさっきの反応、同じ立場におる人間やってのがようわかったわ。互いに理解するっちゅうのはめっちゃ重要なことや。あんたもそう思うやろ。あ、自己紹介がまだやったな。うちはよいみや。この長野原花火屋の現店主や。普段は花火を作って生計を立ててんねん。よろしゅうな。花見坂でよいみやさんを知らない人はいませんよ。夏祭りの女王とはまさに彼女のこと。彼女と彼女の花火がなければ鳴上島に夏がないのと同じことです。すごい人なんだな。オイラも花火が大好きだ。会えて嬉しいぞ。そないなこと言われると照れるな、半四郎。それとうちに礼を言うよりも正勝先生に感謝しや。正勝先生が偽の神の目を残してくれたおかげやさかい。あん時うちの神の目も正勝先生の偽物を使うて守ったんや。もし奪われてたら商売あがったりやったで。はあ、正勝先生は本当にいい方なのにどうして報われないのでしょう。正勝先生ん？なんや、あんたらも正勝ほんまか。白鷺の姫君が手配したもんやったんやな。実はここ数日獄中に乗り込もうと企んどったところや。せやけどいきなり無謀に突っ走っても神里さんに迷惑かけるだけやと思うてな。うちもあんたらと一緒に行動させてくれへんか。もちろんいいぜ。あやかもおいらたちに長野原花火屋で助っ人に会ってほしいって言ってたんだ。どうやらよいみやのことだったみたいだな。どうやら店で神の名の所有者をかくまう以外にもついに他の役割が回ってきたっちゅうことやな。正勝先生は町奉行所に閉じ込められとる。あそこの周りはもううちが偵察したで。めっちゃええ潜入場所があんねん。よいみやは頼もしいな。お前に会えてよかったぜ。せやろ。準備ができたら出発するで。絶対に正勝先生を助けるで。助けるで。
行くわよ。思ってた以上に不気味なところだ。こっから入って正解やったな。あいつらの注意を引かずに済んだわ。この機会を逃したらあかんで。こんなとこに閉じ込められるんは怖いやろな。はよう正勝先生を救いに行くで。手分けして行動するで。正勝先生を迎えるには少し準備がいるんや。おう、あんたらもな。先に引くぞ。この壁なんだかおかしいぞ。何か仕掛けがあるのかな。よっよっ。こいつらなんだか強化されてるみたいだ。
手合わせ願いたい。仕掛けるよ。ふっ、やっ、伝道、ここにあり。たっ、よっ、いってらっしゃい。はっ、先に敗北を期してか。この仕事は排除するべきですね。相関化粧大丈夫です。いけ、そりゃ冷静に逃がさない。勝負せよ。おい、うわ、拙者を恐れてるのか。必要です。負けだ。修練が足りなかったか。はい、次の仕事は。ついていきます。ほっ、次の仕事は。よっ、ついていきます。次の仕事は。いざ。手合わせ願いたい。私が戦場から離れたせいです。天理チョーク。剣女盤石、陣営のごとく。お触り禁止。
修練が足りなかったか。手合わせ願いたい。岩山八九。私が戦場から離れたせいです。拙者の負けだ。行くぞ。はい。次の仕事は？これが正勝先生みたいだな。あんな小賢しい真似で俺たちを騙せるとでも思ったのか。ふん、投獄だけで済むと思うなよ。畜生、天領奉行の奴ら正勝先生に暴行しとる。早くどうにかして助け出さないと。おれ、ひよいみや、お前いつの間に。もう見てられへん。正勝先生に何かあったら、うちらがここに来た意味は。お前たち何をしている。九条サラ様、俺たちはただこいつの指導をしているだけです。あれ、あいつは誰だ。九条サラ、
天竜奉行九条家の養子で幕府軍の大将や。なんでこないな場所に。どけ、どんな状態か見せろ。死刑は将軍様から禁止されているはずだ。知らないわけではないだろう。存じております。もし自分たちのやったことに恥を感じていないのであれば、天領奉行の配下としてふさわしくない。申し訳ございません、九条様。威厳のある人だな。あいつらの注意力が正勝先生からそれとる。今が好機かもしれんで。おい、よいみや、焦って行動しない方が。あ、待て、そこに誰か。お前たち見に行け。はっ。来たぞ、早く隠れろ。悪い、うちのせいや。心配せんで、うちの失敗はうちが取り戻す。さっき準備しといたとっておきで。うわ、花火だ。あそこで何か爆発したぞ。まさか花火？見に行くぞ。はあ、花火って注意を引くにはもってこいだな。少し派手すぎる気もするけど。花火の使い道は祭りだけやないで。当たり前や。こいつはうちの自信作なんやから。よいみや、お前監獄で花火大会でもやるつもりか。うちも職人やさかい、無意識のうちにちょっち派手にやりたくなってもったんや。もうあっちに誰もいないみたいだぞ。今のうちに行ってみようぜ。よいみや、よいみやか。まさかつ先生、待たせてもうたな。畜生、あいつら好き勝手に。早く行くぞ、もしあいつらが戻ってきたら。今回だけだ。重傷を負っている。連れて行って治療してやれ。だが治療が終わり次第必ずもう一度捕まえる。次はそう簡単にいかんと思うで。さっさと行け。あの暗いところから外に。正勝先生、平気か？歩けそうか？大丈夫だ。医者に着く前に死ぬことはないだろう。みんな、うちは正勝先生を医者に連れていく。祝うのはまた今度や。分かったから早く行け。オイラたちに構わなくていいから。なんとかうまく救い出せたな。そうだな、あの九条さらってやつ、部下の過ちの埋め合わせをするためにオイラたちを見逃してくれたのかな。天領奉行にもいいやつがいるんだな。もちろんメガリレーを執行してることを認めたわけじゃないけど。よし、じゃあこのいい知らせを彩香たちに教えよう。
次の仕事は。なるほど、九条沙羅は君たちに手を出さなかったと。どうやら彼女も全くの理不尽というわけではないようだね。彼女と接触を試み、より多くの情報を聞き出せないだろうか。それは難しいと思います。九条沙羅はメガリレーの執行者、彼女は将軍様の命令以外は従いません。正勝先生がメガリレーに直接脅威をもたらす存在ではないと判断し、見逃したのでしょう。しかし私たちの身分があらわになった場合、彼女は容赦しないはずです。ごもっとも。しかし正勝先生を救い出せた今、俺たちが一本取り返せたと言ってもいいだろう。今回は宵宮と旅人のおかげだ。勝利にまた一歩近づけたってわけだ。君は俺が思っている以上に頼りになる人みたいだな。そうでもないぜ。確かに旅人さんの助けがなければ今回の救出はこんなにうまくはいかなかったでしょう。しかしメガリレーに抵抗するにはこれだけではまだまだ足りません。今後の計画を準備する必要がございます。そんなに心配しなくても大丈夫さ、お嬢。少なくとも今は全ていい方向に向かっている。監獄から正勝先生を無事救出し、仲間の数も増えた。そういえば天領奉行が近頃祝典の準備をしていると聞いた。何か儀式に似たようなものらしい。それで町にいるメガリレーの武士が減ったのは確かだ。今は一時的に平和になってる。儀式？どうして天領奉行がそのようなことを？俺にもわからないが、俺たちとは関係ないことだろう。とにかく彼らが最近忙しくしているのは事実だ。俺たちに構う暇なんてない。そうですね、確かに一理あります。ずっと気を張っていても疲れがたまるだけでしょう。少々休息を取った方がいいかもしれません。トーマ、何か提案はございますか？ちょうど祝賀会を行おうと思ってたところだ。みんなで一緒に鍋でもどうかな。実は最近新しい鍋遊びを知ってね、とっても面白いんだ。鍋遊び？なんだそれ。聞いた感じ食べ物と関係があるみたいだけど。簡単に言えば、各自それぞれ違う材料を用意し、一緒に鍋に入れる。目を閉じて鍋から食材をすくい出し、食べながら誰の食材かを当てるんだ。正解した場合、同じ作業をもう一回繰り返す。最終的に得点が一番高かった人が鍋の神のご加護を得られるという言い伝えがあるんだ。面白そうだろ？もう待ちきれない。実はすでに自分の分の食材は用意してあるんだ。どんだけ遊びたいんだよ。仕方ないな。旅人、オイルたちも食材を用意してこようぜ。何がいいかな。どれどれ。新鮮な魚肉、エビのむき身、タケノコ。うん、鍋にぴったりな食材だな。オイラも楽しみだ。まさか普通の食材を入れたのが旅人だけだったなんて。お前たち、食べ物を無駄にするんじゃない。今までで一番恐ろしい鍋だったぞ。おかしな食材は全部トーマが食べてくれたけど。そう、得点が一番高いのは俺だ。待ってくれ、お腹が痛い。トーマが変なものをたくさん入れたせいで出汁が変な味になってしまったではありませんか。旅人さんが入れた普通の食材もおかしな味になっていて、何度か正解を外してしまいました。でも彩香は鍋にケーキを入れてたよな。旅人が食べてたぞ、鍋ケーキ。
き。もう想像するだけでも。ごめんなさい。もっと美味しくなると思いまして。ダメだ、少し休ませてくれ。生き返った。トーマ、別にあんなに頑張らなくてもよかったんだぞ。わざといくつか間違えれば、あやかや旅人の番になってたのに。最近運があまり良くないと感じてね。鍋の神のご加護で運勢を変えたかったんだ。だけど気づいたら火がついちゃってたようだ。まあ一種の修行だと思えば問題ないさ。もう悪い運気は全てこの遊びで使い切ったことを感じるよ。今ここに宣言しよう。本日の鍋遊びはこれにて閉幕。優勝者はこの俺だ。おお。遊びも終わり、仕事も一段落ついた。次は休息を取る時間かな。はい、トーマの言う通り、天領奉行が本当に何か準備をしているのでしたら一度休息を取りましょう。休んでいる間に私も少々行いたいことがございます。じゃあ各自休んでくれ。何日か後に木漏れ茶屋に集合して次の計画を相談しよう。めったにない休暇だ。大事に使うんだぞ。俺もそろそろ支度をして次の鍋遊びの食材を用意してくるとしよう。またやる気かよ。一回だけじゃ物足りないだろ。じゃあみんなまた。おう、またな。旅人、しばらく木漏れ茶屋には来なくていいみたいだから他の場所に行ってみようぜ。